はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、環境を整えることは立派なケアであるということで、人に大きな影響を与える生活環境とその支援策について、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。そうしてやはり認知症の方というのは、周囲の反応ですとか雰囲気なんとかのこう変化にとても過敏な傾向があります。で、やっぱりその影響を受けやすくもありますし、これがですね、不安とか焦りとか混乱を招いてやっぱり症状の悪化につながってしまうという可能性があります。なので心地いい生活と自然な行動を引き出すためのやはり環境調整というのは大変有効なアプローチです。で、これはやはり人はですね、無意識のうちに環境から情報を受け取って活動を決めているというやはり側面があります。なので落ち着いたり集中できたり、あるいは安心できる生活環境というのは認知症の行動心理症状、いわゆる BPSE の軽減をもたらすというところがあります。その一つが物理的住環境の整備と可視化というところが挙げられています。これは例えば家のバリアフリーですとか高断熱設計化なんてことがありまして、それから照明の色とか明るさを調整するなんて方法もあります。それから手すりやパーテーションを設置したりですとか、張り紙やラベルを活用する、あるいは各種カメラセンサーを利用した見守り支援なんていうことがあります。で、より具体的な方法を今回スライドの方で挙げさせていただきました。例えば実践する方法としては、壁に分かりやすく表示か絵で示すという、例えばトイレの場所はこちらですなんて示す方法があります。それから買い物リストとかですか、お薬カレンダーを作って貼っておく、やはりこう目で見るってすごく大事なことですので、そういった方法もありますし、普段屋内のよく行くルートのところをテープで示す、夜間帯でも行ける、例えば発光テープを示すなんていう方法がありますので、こういったものもですね含めてぜひ参考にしていただけると幸いです。そしてここからはもう一つのポイントで、福祉用具、自助具の見立てと使用というところについてですね、解説をさせていただきます。これいろんなものがあるんですが、とりわけ移動動作ですとか食事動作にかかる支援というのがより重要というふうになってきます。なぜならこういったものが障害されると、やはり認知症というのは一気にこう進行してしまうというリスクがあるからです。なのでまあ移動動作であれば、例えば杖ですとか歩行器ですとか手すりなんかはやはり積極的に活用していただいた方がいいですし、食事の動作では専用の箸とかフォークですとかスプーンなんかをですね、積極的にこう使っていただく自助具を活用するなんていう方法もあります。で、こういうのは現在ですね、種類とか数も大変多くなってきているんですが、やっぱり即時的な効果も認められます。で、これは大変有効ではあるんですが、その一方でやっぱり安易にだからといって使用してしまうと、本人使うなんて聞いてないなんて話になってしまったり、知らないうちに買わされたなんて、かえってこう理解の混乱を招いてしまうケースもありますので、介護者の負担に追っかけてしまうと実際問題も出ています。なのでこういった場合はやはり安易に自己判断をするのではなくて、専門職とか専門業者としっかりですね確認をしていただいて、その都度注意点をしっかり含めてですね、使用というのをお勧めさせていただきます。で、さらに最近はですね、見守り支援としてカメラですとかタッチセンサー、あるいは赤外線超音波 Wi-Fi なんかを利用したこう IoT のツールなんてのも結構出てきてますし、それからコミュニケーションツールとしても例えば介護ロボットですか、 AI 技術、代表的なのはチャット GPT なんてありますけども、ああいったものの活用例というのも近年報告されてますので、ぜひこういったものもですね積極的に取り入れていただいて参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。